皆さんこんにちは。富士見高校の、ハッチ B8 ですね。ハッチが8で B が8で8が8でなんか3つバチっていう風にもなんかダジャレにもなってるって聞いたんですけど、それで構いませんか。ハッチ B8、養蜂クラブですね。蜂蜜も結構取れますね。はい、1軍で約 2,3 キロ取れます。1軍っていうのは女王蜂が1匹に、働き蜂と中にオスの蜂が、その一塊ですね、ワンファミリーっていうんですかね。それで、2,3 キロ、はい、あ結構取れますね。年間 2,3 キロですよね。そうですね。皆さん養蜂クラブに、入って楽しかったことやこんな驚いたことって結構あると思うんですけれども、そんなこととか、あと学年お名前もしよかったら、で将来こんなことをやりたいなっていうのがあったらちょっと教えていただきたいんですけども、端の方からじゃよろしくお願いします。2年の新井美晴です。養蜂部に入って楽しかったことは、その養蜂部自体を初めて高校に入って知ったので、それがまず驚いたことで、その中で蜂蜜を収穫できることとかがとても楽しかったです。で、あと辛かったことでしたっけ。辛かったことは地域のイベントに出させてもらうんですが、そこでお客さんとの会話が続かないことがちょっと辛くて、どうやったら上手くなれるのか自分なりに克服しようとしたことです。難しいですよね。で、将来の夢はまだ決まっていないのですが、そのイベントに出させていただいてコミュニケーション能力をだいぶ培うことができたので、それを生かした仕事に就きたいと考えています。ありがとうございます。じゃあ次の男性の方。はい、2年の小池孝也です。はい、私は養蜂部に入ったきっかけは、人と話すこととかコミュニケーション能力があんまりなくて、でそれをちょっと克服するために養蜂部では地域の人と関わることが多いと聞いたので養蜂部に入部しました。でそこで楽しかったことは、地域の方と話して自分が知らない知識などを知ることができて、知識とかをしていたり、自分の今後の活かせることとかを勉強できたりするのがすごい楽しいです。今後はと一緒になってしまいますが、コミュニケーションを活かせる仕事に就きたいと思っているので、私は介護職に就きたいと思っています。いいですね。じゃあお隣の方。はい、1年生の山田キャナです。養蜂部に入って良かったところは、やっぱり交流が多くてコミュニケーションの能力とか高められるところがすごい入ってよかったなって思っています。養蜂部に入ってびっくりしたことなんですけど、初めてミツバチさんを見せてもらった時に羽の音がすごいなんかびっくりしちゃって、テレビでは聞いてたんですけど、実際に聞くとやっぱりびっくりしちゃいました。それが今でも少し慣れていません。将来は美容師になりたいなって考えています。園芸と美容師はあんまり関係ないんですけど、
もし将来自分の店を持った時にその店を草花でいっぱいにしたいなっていう夢があったので、それを叶えるために園芸会に入学しました。いいですね。じゃあ次の方、すいません。1年の永田真由です。養蜂部に入ったきっかけが、あんまり人と喋るのが得意じゃなくて、養蜂部は地域の人と交流することが多いので、養蜂部に入れば少しでもコミュニケーション能力を高めることができると思ったので入ったんですけど、まだ1年生でまだそのイベントとか参加するさせてもらったのが少ないんですけど、入る前よりはコミュニケーション能力が高くなれたことが良かったと思います。将来は、人を助ける仕事がしたいので介護職などを考えています。はい、じゃあ次の方、すいません。3年の伊藤千佳子です。私は養蜂部に入った理由として、先輩方が体験入学で部活に来た時にとても明るく接してくださって、私は人前で喋ることが苦手だったので、こんな先輩たちのようになりたいなと思ってこの部活に入部しました。入ってみて辛かったことなんですが、想像以上に地域とのコミュニケーションの機会が多くて、慣れない自分には辛いところもありましたが、こうして3年生になってみると、3年間でだいぶ人と話すことができるようになったなと思います。また三ツ橋さんと生活していく中で、小さな生き物の目線に立った生き方や考え方ができるようになったと思っています。将来は養蜂部で身につけた地域を元気にしたりする、そんな活動をしたいと思います。はい、ありがとうございます。皆さん